はいはいはい。右下に固まってますね、これ。誰か死ぬんじゃない？これ。誰か死ぬんじゃない？これ。あ、ウェポンでいきなり行ったやつがいた。こいつ人狼だ。俺見つけるわ。上から来たやつ人狼。上から来たやつ人狼。上から来たやつ人狼。こいつ人狼、猫さん人狼。はい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 。はいはい、猫さん人狼。早く。お、うわ、最悪最悪！俺まだ死んでない。え、鳴らしながら死んでるけど、どうしたの？よっしゃ、勝った。猫さん人狼、猫さん人狼。勝った。死んでるのに喋っいや、生きてる生きてる。え、生きてることね、これ。死んでる、死んでます。あ、嘘、ごめんなさい。え、どういうこと？どういうこと？何判定これ？まあ、俺、おし。うえ、来たぜ。左側にいっぱい行ってるから。誰から殺しちゃろうか。誰から殺しちゃろうか。てめえか！いねえな、誰もいねえや。誰から殺しちゃろうか。動かない、動かない、やばい、動かない。え？嘘？あ、動いた。あぶねえ。パン君どっか行ったんだけど。よし、耐えろ。耐えるべき、ここは。ここは耐えるべき。そうだ。そう、アリバイを作る。そう、アリバイを作るべきなんだ、やっぱり。アリバイを作ってからか！本番よ。誰かと一緒にいよう。そう、誰かと一緒にいよう。え？え、めっちゃ死んでるじゃん。え、ウェポン、ウェポンズで、ウェポンズでパン君死んでました。ペンさん食べてませんでした？俺食べてないです。で、一緒にいたじゃん。俺とジェイさんとディーさん食べてないよ。白角、もうここ3人白角だって。真ん中から1ミリも動いてないもん。タスクしてないもん。おとく、ジェイ、ルートさん、誰？え、どうっすか？おとく、ジェイ、ルートさん、あたね、D さんか元桃丸さんじゃないですか、そしたら。右側にいた人誰これ。パンク右側に行って死んだよ。あ、俺が見、右にはいる。いや、でも右岩木さんどこで見つけたんですか？ウェポンズで死んでました、パン君が。岩木さん、はい。岩木さん。ごめんなさい、ミュートだった。ごめんなさい、ごめんなさい、ミュートだった。違う。あの、ウェポンズでパン君死んでました。あ、なるほど。はい。ウェポンズ、はいはいはい。え、じゃあ行ってすぐ食われたんかな。最初右流れてる人誰これ。はい、俺右流れました。僕は左に行った、最初。俺、停電中もずっとタスクやってました、右で。あー、はいはいはい。え、最後、桃和さんいなかったですかね。2回目の停電中に右のタスク終わって、で停電直しに行ってリュートさんと会って通報でした。ですよね、はい。そう、僕とモモさんで、多分そこはね、多分まあ一緒にはそんなにいなかったんですけど、うん、最後だけしか会ってないから、うん、ただここしかないと思うんですよね。うん、なんか停電とかいろいろあったけど、完全に白照明できるぐらいには一緒にいました、そこの人は。俺は特に誰とも、まあ2人殺してないかなって感じですね、桃丸さんは。1人は殺してるかもしれない。それはレポート入る10秒前ぐらいまでパン君いましたよ、生きてましたよ。おい、カフェテレビ見ましたよね。じゃあワンチャンセルフってこと？岩瀬さんの。ワンチャンセルフの可能性と、右にいたアウさんと、ブレイさんとにいました。そうだね。最後、コミュニケーションがシールドあたりいた。それを見た人は？わかんない。何か見たっけ。俺、ストレージデレインさんと会いましたよ、でも。あ、あったっけ。あ、閉じ込められたね、そういえば一回。そうなんですよ。パン君、その時に、いなかったか。あ、その時いたいた。で、そのまま普通に右行ってたから、僕は。距離的に無理。じゃあ、青さんじゃね？俺、ずっと右に行って、何のアリバイもないけど、やってる。青さんと、
岩瀬さんと僕で閉じ込められたんだっけ、ストレージ。そうです、そうです、そうです。そんないないと思うけどな。俺は閉じ込められたの逆側で閉じ込められたかな、むしろ。ああ、そうなんだ。解放したときに、いた。この3人死ぬまで、うん、おとくちゃんと D さんと俺一緒にずっといました。ずっと。うん、マジ、これ。ずっといました。オッケー。まあ、とりあえずスキップするけど。勝ったな。え、レイさん味方とか勝ったろ。どうやったら負けるんだよ。んなんかおとくちゃんおとくちゃんどうしよう。どうしようか。どうしようか。どうする。あ、どう。あれさっきのルートさんだっけ？ルートさんか。52523、52523。いやルートさんなすりつけるわ俺。ルートさんなんでやんなかったの？タスク。ダメでしょ、やんないと。やんないとダメでしょ？俺、レイさん来てこっち。ちょっとやってくれ。やれ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 ！完全に完全勝利したこれは。閉じられたわ。完全おーっと閉じ込められた。完全勝利したな。はい。いやレレイさん分かってくれてよかったいや正直逃げようかなって思ってた。いやー後ろでレレイさんが見てて、これは DJ あげたろ。ナイス。いや解放すべき。いやそうだ、やっぱ緊急入れるべきだったな。あれ入れるべきだった。ダブルキルやん、やば。いやダブルキル判断マジナイス岩井さん。マジ、やっぱレレイさんいると勝てるわこれはあげたろ。なんだって分かってて距離を置こうとしたら一瞬で詰められて、すごい、バスケ選手並みのどうなんすよ。2000連続俺が人狼だぜ。来た、誰の相方は。コヨッケン。誰から殺してやろうか。てめえか。てめえか。やばいあれれ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 れすごい速さ。直江さんが出てきた。ハッチから上の上ポンズの直江さんが出てきた、ね、上のハッチから。岩瀬さん降参してください。え今から僕の言うことを大前提に信じてもらいたいんですけれども。はい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 、岩瀬さんダクトから出てきましたね。いやいやいや、ね、あそうか、あそう来る、あそう来ちゃう。あうわこれそう来る。直屋さんがハッチから出てきましたよ今。え誰か見てませんでした今一緒に。昨日のカティさんがすぐ折れてたけど戦うんだ岩瀬さんあれで。いや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 、よく言うわ。え誰か見て、一緒だってあそこ2人ぐらいいましたもんだって。岩瀬さんどこのハッチから出てきました。右上ウェポン。直屋さんがウェポンズから出てきたんですよ今。ケンマスそこいて。こんな人狼すんねや。急に出てきたのは直屋さん。そうですよね。ほら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 、だからなん観念し、なんで騙されてんだよ。でもタスクしてたから急に映ったのは直屋さんだったけど、俺岩瀬さん見てないんやろ。むしろえ一番最後に岩瀬さんが出てきたよ。いや違う、直屋さんが出てきたんですよ。いやでも岩瀬さん、え、だってでも勉強になります。直屋さん、え、俺最後、え、今通報される直前ですか。岩瀬さんが出てきたの直前。あ、じゃあ岩瀬さんだ。いや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 、直屋さんとウェポンズいましたもん。そうで
一人出てって俺が出ていくとこに本当に目の前にピョコンって現れちゃいましたね。いやもうこれ剣松さんと直屋さん人狼じゃんこれ。もうやってるわこれ。いやこれ騙されたらダメよこれ本当に。直屋さんが出てきたんですよ。うん、それぐらいやっぱ戦わなダメなんですよ人狼って。いやいやそうやって言うのはちょっと違う気がするんですよね俺は。いや違う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 。え直屋さんまでちょっと喋りが強いな。ちょっと待って、喋り強いな。ちょっと待って俺負けちゃう。ちょっと待って誰か。お徳さんなら信じてくれるんですよね俺のことを。俺最初岩さん信じちゃったけど。いやいやいやそのままでいいんですよ。え違うの。そうですよ。だから俺が直江さんが出てくるの見たんですよ。だって剣松さんなんで急になんかピョコッと出てくるの見たのになんか急になんか寝返ってなんか。ピョコッと出てくるのは見てないんですよ俺。タスクしててでタスク終わったら直江さんがいて、で俺下に降りてったんですけどその時には岩さんいなかったんでその後に直江さんが行って、俺カフェテリアから流れてきたらいたんすよ。いやちょっとわかんない俺わかんない。いや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 ちょっともうこれ、いやこれわかんないとか言ってこれ多分組んでるやつだから多分投票は多分俺に入れてるやつでしょこれ。えちなみにますか、はい、小雪さんの話聞きませんか。小雪さんが見つけてるから右のナビゲーションで死んでただけ で誰も出てきてますよナビゲーションから。はい、じゃあウェポンズのハッチに出てきたのは数日もありますね。なるほど。そうですよね。だから直屋さんですねこれは。ありがとうございます。岩さんも飲んでくださいお酒。いや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 、ごまかさないでそれでダメですよ。直江さんです。皆さん直江さんに清き一票お願いします。無理です、無理です。これはいやマジでてるつこさんねえ。どっこりはん、どっこりはん。えガチガチ、えちょっと待って、どっちどっちどっち。なんで人望のさ。あぶねえ、打開した。あぶねえ。あぶねえ、打開した。打開したぜ。缶のペキすぎる。ありがとうございます。完全に俺の手玉に取られてるわ。やべ、有名人二人殺してしまったわ。あぶねえ。あぶねえ。あぶねえ。あー申し訳ねえなー、申し訳ねえ、申し訳ないべや、申し訳ないべ。あー危ねえよ。俺で小雪にやってもらうわ。で俺はテルチコさんとか一緒にいましたとか言っとけばもうあの疑いねえからこれ。うん、疑いねえからこれ。うん、疑われないまず。うん、で俺はテルチコさんとずっといました、ずっと一緒にいました。これで勝ちます、これで勝てます。俺はうん、ここは落ち着こう一回、落ち着こう一回、落ち着こう、落ち着いて身を潜める。そう、おテルチコさんいなくなってる。よし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 、上金頑張れ。あれどこでしょ、ナビゲーションから俺回ってってシールズ行って、はいはい、コミュニケーション行ったら行った、通り過ぎてストレージ行ったらいました。ストレージ、ストレージ、あテルチコさん死んだのかこれ。ストレージの下の方ですね。で死んでました。岩井さんって右から回ってました。回ってきましたね俺。俺誰かとすれ違った気するんですよね、右側で。そう右側、俺とすれ違ったんですよ岩下さん。右下でコミュニケーションかな。あそうだ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 そうですよ。うん、右から回ってそのまま左行ったらいたんだよな。うんってなったら僕は一人でなんだろう、ダウンロードしてから左側一人で行ってましたね。僕も一人でカフェテリアの左上の配線やってました。俺もなんかしてました。俺のストレージの配線だな。最初の停電は最初に行きました。俺何してたのこのターン、どこ行ったの。一番左でめちゃめちゃ長いボタンを押すタスクはやったけど、あとはどうだろう、まあぼちぼちあとは電気直しに行ったり。電気直したのが
小雪さんと俺。小雪さんと小雪が。そう。え、これって直江さん会ってたんですかね。多分会ったの。会ってます。うん。一人しか死んで。直江さんに入れるように促したのは誰だっけ。岩井さん。俺です、俺。ああ、まあ、そっかそっか。まあ、それは。まあ、一人連れたんで。岩井さんのっていうのは、かばいよったけど、はい、まあ、正直、どっちかも分かってない状態でのかばいだから。まあ、結局、俺、直江さんに入れたしな。あんだけ言って。岩井さんが相棒を殺して、そのまま通報したみたいなのないの？あ、え、それはないんじゃないかな、その人数的に。うん。まあ、まあ、うん。あれ、テルチコさんってどこで死んでたんですか？あれ、下の方でしたっけ？ストレージの下の方ですね。まあ、一番安全なのはここで岩井さんするのが、まあ、一番安全だとは思う。安全ですね。うん、あ、うん、え？誰もあれ。いや、二人すれば、絶対一人連れるっていう意味では、うん、あ、もし仮に岩井さん人狼だったら、二人狼残ってて負けってなっちゃうから。確かに。だからちょっと思わんでもないかなっていう意見です。まあ、逆に。ああ、はい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 。そうね、サバイバーだったら。とりあえず安全取りますか。任せます。いや、ここなんか、桃ワンさん何もしてないから、多分疑われるから、俺をとりあえず殴っとこうみたいな。いや、したことに関してはさっき言いました。焦る。俺、でも実際ローラーで一番安心感はあるよね。行きますか。いや、ケンマツさんマジでなんか俺のこと嫌いなのかなみたいな。いや、大好きですよ。本当ですか？さっきの投票的に多分、岩井さん、村かなとは思うけど、うん、怖い村と言いながら、怖い、でも怖い、急になんか、まあ仕事を果たしたんじゃねえか、あの状況から俺、前た気がするよ俺は、どうよ、うん、俺前た気がするよあそこの状況からどうよ、最近どうするこっから、いやローラー作戦これ素晴らしいな、うん素晴らしい。確かに、そうなんよ。あのね、あそこ、ああなると、もう二人どっちか人狼じゃん。ああいう風になると。なんで、鶴の正解っすね、これ。思わずうまいっすね。素晴らしいっすね。だから、桃田さんやっとくべ、ゆっくりしとくべきじゃん。俺が通報するべきじゃなかったな、思ったけど。俺も殺すべきと、うん、俺なんか殺してなんかもう圧で勝つみたいなぐらいの勢いでも、よかったのかもしれない、もしかしたら。これ、O2 やるか。殺せよ、これ。誰か。これ、気に入っちゃえ。行くか。どっか行っちゃった。よくもやってくれたな。小魚止めどなく溢れる思い出。思い抱きしめて。何を言ってんだ、これ。まあ、いいの。勝ちや。よし、ワイの勝ちや、今回は。直屋さん。あれ、小雪にどこ行った？俺さ、これなんかすることあんの？俺。小雪が動きやすいように、なんか、どうしよっかな。ああ、誰か見つけたわ。ってなると、桃丸さん、ケンマツさん、怪しいのしか残ってないから、まだあるな。まだある、まだある、まだある、まだある。まだあるな。左下で死んでた、名前わかんない。左下。シューさん。そうそうそう、シューさん。左下？まだあるな。左下行った人って、小雪さんはでも、あの、いや、もう、ガンガン、最初はエレクトリカルいて、で、なんか、いや、殺す相手がうまいよ。うん、うまい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 。死んでるかなと思ったけど、死んでなくて。素晴らしい。で、右グイーって流れて、そうで、ナビゲーションダウンロードしてるときに O2 なって、で、ちょっとダウンロード終わってから O2 行ってギリギリになったって感じ。停電サポート了解？お前、うん、ずっと右側いたから。小雪さんがちょっと怪しいなと思ったけど、違うの。俺も思ったんだけど。うん、ケンマツはアドミンのオーツを終わらして、あまりにも右上のオーツ終わんないから走っていったら、小雪さんが待ってたから、小雪さんがこうギリギリまで俺ら来るまで待ってた。いやでもそんな、小雪今上手いから大丈夫なはず。ここまで大丈夫よ。でもちゃんと終わらせたから、うちの小雪なら大丈夫。でも実際本当に終わんなかったよね。うん、そう、うん、俺めちゃめちゃ急いで行ったけど、本当にギリだってなったらモモアなんだよな。え、でも左下で死んでた。え、おとくちゃんこのパンずっと一緒にいたよね。いた
うん。だから逆に今警戒はしてたんだけど。うん。いやー、お徳さん完全に俺。さっきのターン、岩木さん釣る動きしたから疑われるかなって思って、このターンを誰か一緒に言おうって思って、お徳さん君に決めた。でも俺シュウさんさ、おいいぞ、殴り合ってる殴り合ってる、いいぞいいぞいいぞ。なんかもうその前に食われてそうだから多分ね、停電の前に食われ、停電前後で多分食われてるんですよ。でも停電から始まったから、あーそっか、停電の後、あでもそっか、停電の時にもういい、マジでわかんないな、停電の時に、え停電いいぞ、左に行けるぞ、行ってない。行ってない。俺に行っちゃった。俺、お徳ちゃんについて行ってたんだから。え、で、死体はロアエンジン。死体がそのエレクトリカルの横の、なんかプシューって出るとこだったから、多分みんな右行っちゃったから、多分気づいてなかったっていうのがあるから、多分俺みたいについたなんだけど。ケンマツさんってエレクト来たっけ？ケンマツは最後の方に来た。ああ、最後か。最後か。いやー、殴り合ってるぞ、いいぞ。いいよ、いいよ。消去法で剣末さんにはなる。そうね、まあ、後からだと怪しくなっちゃうね。俺、誰一番最初に殺したっけ？アリスの姉貴か。嫌われちゃうな、俺。考えることないか。ごめんなさいって言わなきゃダメだね。小雪さんかなって思ってるんだけどな、若干。え？いや、まあ、一人のが多かったけど、でも、だいぶ見よう。待って、俺落ちたんだけど。あら、落ちちゃった。大事すぎるんですけど。でも、二人はお互い入れるのかな、じゃあ。そうだね。この投票で決めるやん、これ、そしたら。俺とお徳ちゃんに任すな。いや、でも、でも、アウさんしかないよ。だから、落ちちゃった。そう、でも、お徳ちゃん。勝ったー！おい、マジかよ。いや、これ、アウちゃん。え？なんで？え？最後まで演じる小雪金草なんだけど。なんでだ？はい。危なかったー。ねえ、直也かわいそう。よくもやってくれましたね。やっぱ岩さんの力は正解だったわ。正解だった。そうですね。よくもやってくれましたね。よくあっこから逆転しましたね。ごめんなさい。ごめんなさい。もうだっていたんだもん、だって。もう、ね、もう俺は許さないよ。ごめんなさい、本当に。俺はもう信じられないよ。いや、2連勝だ俺。熱い。まあ、さんにも言いたい。全員に言いたかったから、なびいてる。めちゃめちゃ投票してたから、直江さんに。ええみたいな。そうだよな。やっぱりちょっと、やっぱそうだよな。いや、ちょっと信じてあげればよかったな。